バスケはさんぞ、どうもバンバです。先週はですね、演技の練習とかオーディションとかその役者になるためのもろもろが忙しくて動画一個も投稿できなかったんですけど、 I'm back。 気づけばあと1勝でサンズが NBA ファイナルと、あのスティーブ・ナッシュが率いてたサンズですらいけなかった高みにあと一歩と、今シーズンがプレーオフ初の物価、そして初の NBA ファイナルまであと1勝のクリス・ポールの苦労人2人、毎試合聞き迫る思いでプレーしてるのが伝わってきます。サンズがそこまで迫っている中で、クリッパーズにはカワイ・レナードに不穏な空気が流れており、彼が試合を欠場し続けている中でポール・ジョージがチームを背負い、いやー、市民プールの監視員さん並みにゴーグルが似合っているこのレジー・ジャクソンも今日の動画で話しますが、現在大活躍中と、やっぱどちらのチームにもドラマがありますね。早速今日の試合を振り返っていきましょう。では、以前カワイ・レナードがスパーズから移籍した大きな理由はチームのメディカルスタッフへの不信感でしたが、ここに来てレナードが全くそれと同じような状況になっています。今年のオフにフリーエージェントとなれるカワイ・レナードは、怪我を押して出場し、より深刻な怪我につながるリスクを避けたいという意思があり、それに対して出れるのであれば当然出てほしいクリッパーズのメディカルスタッフとの間で現在コミュニケーションがうまくいっておらず、チームメートをベンチから見守らず VIP 席から観戦するという若干不審な行動でチームと距離を取り始めており、このまま欠場するどころかクリッパーズでの最後の試合を終えてしまったのかと騒がれる中、この試合では序盤マーカス・モリスがステップアップしていました。ポストで徹底的にブッカーとのワンオンワンを攻め、サイズのミスマッチを残酷なまでについていたモリスは、デビン・ブッカーの上から1本2本 Not 1, Not 2, Not 3的な感じでアウトサイドを決め続け、第1クォーターでいきなり13得点を決めたモリス。モリスに40得点を献上するペースだったサンズは、モリスのマークマンをブッカーからクラウダーに変え、なんとか舵を消化することに成功しますが、流れをつかんだクリッパーズとティロン・ルーはここでアジャストメントを入れてきました。第4戦ではよくわからない謎のフリースローでブザービートのヤマピーといじられていたデマーカス・カズンズをこの試合超効果的に使っていきます。サンズで純粋なセンターをプレーするディアンドレ・エイトンに対し、控えであるダリオ・サリッチはフォワード寄りでポストのディフェンスにおいて圧倒的に存在感が落ちてしまい、ポジション取りに長けるカズンズはエイトンがいない時間帯、このサリッチをポストで徹底的にいじめ尽くし、プレータイム11分で15得点と大きくステップアップしていきます。ウィングのベストディフェンダーであるミカル・ブリッジズを当然ポール・ジョージにつけていたサンズでしたが、意図的にルーク・ケナードのスクリーンでディフェンダーをデビン・ブッカーにスイッチさせていたクリッパーズ。そしてポール・ジョージはこのシリーズで不調のスリーポイントやジャンプシュートに頼らず、ブッカーを狙ってドライブで得点を積み重ねていき、ディフェンスの穴としてクリッパーズに完全に狙われてしまっていたブッカー。やっぱりコービーを尊敬するブッカーにはディフェンスでもいずれはコービーのようにステップアップしてほしいんですけど、サンズはスクリーンをもらってから対応が遅れたクリッパーズのディフェンスの隙をクリス・ポールが躊躇なくお箱のミドルレンジを決めていくものの、点差は縮まらず10点差。なんとか前半ブザービーターとなったデビン・ブッカーのスリーポイントで点差を1桁7点差に縮め、前半を折り返していきます。第3クォーター、いいスタートを切ったのはサンズでした。 CP3 がエイトンとのピックアンドロールから自らアタックし、レイアップを沈め、テレンスマンとミカル・ブリッジズの 3&D ウィング対決をミカルが制し、マンをブロックしてそのままオフェンスではミドルレンジを決め点差を縮め、クリッパーズはポール・ジョージ頼りになる苦しい展開でクリス・ポールのミドルレンジが決まり、ついにサンズがこの試合初のリードを取ります。しかしサンズのリードはつかの間、ポール・ジョージが見事なスローステップでドライブのリズムを変え、ジェイ・クラウダーのファールを誘いアンドワンのバスケットを沈め、再びクリッパーズがリードを取り戻していきます。高速でクローズアウトしてきたクラウダーを1本目で抜いて、2本目であえて追いつかせてファールさせ、アンドワンにまでしたこの PG のスローステップにはもう鳥肌が立ちました。うますぎる。負ければ敗退、後がないクリッパーズのオフェンスを一身に背負っていた PG はクラウダーの上からジャンパーを沈め、点差をさらに広げていきます。しかし9点差にリードを広げる中でクリス・ポールの罠にはまったクリッパーズ、ファールのもらい方を熟知しているポールはそのずる賢さで向かってくるベバリーの方向にジャンプし、空中でひっくり返るような危ない倒れ方となり、これがフレグラントファールに。どうしてもファールしたのがベバリーだから彼が悪いように映りますが、確かにベバリーも無理やりスクリーンをアンダーせずについていこうとしたとはいえ、これはクリス・ポールが良くないように見えました。来シーズンから NBA の審判はファールの取り方を改善するとついに発表したので、このファールのもらい方は減るかもしれませんね。しかし現状これが許されている今の NBA でポールはフレグラントファールをもらい、フリースローをしっかりと3本決め、フレグラントファールで得たもうワンポゼッションでエイトンとのピックアンドロールからアリウープをお膳立てし、一気に点差を5点縮めていきます。
このずる賢さも含めクリス・ポールですが、当然イライラしていただろうクリッパーズファンのためにも、ポール・ジョージョはプレーでやり返してみせました。クリス・ポールを完全にアンクルブレイクし、スリーポイントを決めたジョージ。この第3クォーター、ポール・ジョージョは完全に試合をテイクオーバーしていました。再びスリーポイントを決め、決めてもセレブレーションなどはせずに、ドライブが効いてくれば冷静沈着に今度はミドルレンジを決め、カズンズのスクリーンから再びスリーポイントを沈めていき、プレーメイクも担わなくてはならないジョージでしたが、ダブルチームを引きつけてしっかりとさばいており、怪我する前までは NBA ナンバーワンのオールラウンドセンターであったカズンズがインサイドでパス能力を見せつけジョージをサポートし、イビカズバッツが怪我で欠場となり、万事休すかと思われたクリッパーズを一人で背負い、負ければ終わりの一戦でドライブからミドル、プレーメイクに至るまで一人で完璧にこなしていた今日のジョージは、一人で完全にクリッパーズを勝たせていました。91-78、クリッパーズの13点リードで試合は最終クォーターへ。サンズは再び素晴らしいクォーターの入り方をするものの、またしても点差が縮まればポール・ジョージがドライブでサンズのディフェンスを突き破っていきますが、ついにターンオーバーしてしまうとキャム・ジョンソンが速攻からアンドワンを決め、点差は4点差に縮まっていきました。しかしジョージと共にここからクリッパーズを引っ張る第3のスターとなったこの男が試合をテイクオーバーしていきました。レジー・ジャクソンはディープスリーを決め点差を突き放し、セイムスパット、セイムリゾルト、再びスリーポイントを沈め、速攻から一気にダンクでフィニッシュ。点差を突き放したジャクソン。レジー・ジャクソンは過去7戦で平均 22.6 得点、フィールドゴール 50%、スリーポイント 38% を平均しており、なんとこの男は今シーズンのプレーオフで誰よりもスリーポイントを決めている男です。これすごくない？レジー・ジャクソンといえば僕が一番覚えていたのは OKC の頃でした。サンダーで彼はラッセル・ウェストブルクの控えポイントガードとして、ウェストブルクと同じくアウトサイドはないけど果敢にリムにアタックしていくスタイルで、いずれはシックスマンオブザイヤーも狙えるほどの強烈なインパクトを残していました。しかし彼は自分がスタメンポイントガードになるべきというエゴがあり、ウェストブルクがいながらとんでもない自信を持っていました。このエゴは悪いことに捉えられがちですが、エゴを早く畳んでしまった者に勝敗を決する最後のプレーは託せないとリアルの長野満くんが言っていましたが、サンダーを自ら出ていき、移籍先のデトロイトピストンズでサンダーを自ら倒した際には、試合中に相手を煽りまくり、サンダーとウエストブルクとは確執がありながら、ラスからはこいつがチームを背負えるのかをみんなで見てやろうぜという感じでプレッシャーをかけられていました。自ら望んだ道ながらジャクソンがスーパースターになることはありませんでしたが、クリッパーズの移籍をきっかけに現在最高に輝いているジャクソンは今シーズンが終わればフリーエージェント、おそらくかなりのビッグマネーを積まれることとなります。今シーズンプレーオフでの一番のサプライズ選手です。レジーの安定したパフォーマンス、そしてポール・ジョージは41得点と大爆発し、クリッパーズは負ければ終わりの第5戦を取り、シリーズを3勝2敗に戻しました。さあ視聴者の皆さんはクリッパーズ対サンズ、どちらがこのシリーズを勝ち抜いてファイナルにまで進んでいくと思いますか？僕はクリス・ポールが相手の骨を折ってでも連れていくと思いますが、ぜひコメント欄で教えてください。そしてぜひチャンネル登録をしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。